こんにちは。美容と健康はイコール広島県安芸郡海田町にあります美容整体サロン野心さんの店長の富岡です。はい、対話するトランプですね、時々やってるんですけども、このカードちょっと引きまして、出た項目についてお話をしてみようと思います。はい、じゃん。お金とはお金ですね。お金っていうのは、私たちはサービス業なんですね。で、一時期ね、ちょっとお金にすごいブロックがかかっていて、なんかこの稼ぐとかお金をいただくっていうことにね、すごく抵抗があった時期があるんですね。でもそれじゃ困るということで、自分でちょっとねいろいろ取り組んだんですけども、はい、私たちね、なんていうかな、サービス業を行っているものにとって、お金、対価をいただくっていうことは、誰かがねそのサービスを喜んでくれた対価としてお金をいただいてるんですよね。なので、私がお金を稼げば稼ぐほど誰かが喜んだということになるんですよね。そのことに気づいてからお金をいただくことにね抵抗がなくなってきたんですね。そして、私が儲ければ儲けるほど、誰かが喜んだということになるならしっかり儲けようというふうに、ちょっと脳の意識が変わりましたので、それからですね、なんとなくちょっとお金が舞い込んでくる気配みたいなのがしております。はい、で今ねなんかお仕事がますます楽しくなっているので、ちょっとこれからねいろんな今構想がありまして、世の中の困りごとをねどんどん解決していきたいなという、今構想がねこの辺に渦巻いておりますので、多分、もっともっとお金がね舞い込んでくる予感がしております。なので舞い込んできたらね、どん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 お金をね使って、でエネルギーを回していこうかなというふうに思っております。はい、皆さんにとってお金とは何ですか？ぜひ考えてみてください。